日本は世界でトップとも言われる通常動力型潜水艦を建造すると見られていますが、ここ最近輸出の話が出てきているそうです。今回は、国家機密の塊ともされる海自潜水艦大芸の先行進度が発覚した件について見ていきましょう。設計上では1000メートルは大丈夫なはずですが、なんと攻撃もできる設計になっているそうです。脅威の潜水艦技術の世界へ、一緒に潜っていきましょう。防衛省で使用している国産装備品の中でも、特に海上自衛隊の通常動力型潜水艦の建造技術は、自他ともに認める世界トップクラスと定評があります。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは、1960年昭和35年に就役した通常動力型潜水艦親潮が皮切りとされています。その後、薄潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして現時点で、海自潜水艦隊の主力になっている双流型が誕生しました。日本には太平洋戦争前に200隻以上の潜水艦を建造してきた技術があるので、使用する鋼材や溶接技術の進歩による先行進度の増大、蓄電池のスペック向上、ソナーなど探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上も著しいとみなされています。こういった潜水艦建造技術の集大成とされているのが、現在も新たな建造が進められている大芸型通常動力潜水艦ということです。大芸型潜水艦は、基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルで、通常動力型潜水艦としては、大型の部類に入り、前級の双流型と比較しても、一回り大きいそうです。艦隊の大型化と同時に変化がありました。そう、流型10番艦まで搭載されていたスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムを廃したのです。その結果、艦内の拡充化が進み、居住区内への仕切りなどの設置により、女性用居住区を確保するとともに、シャワー室通路にカーテンを設けるなどして、配置制限の解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した改装を行ったそうです。また、外観上の特徴として、双流型から採用した X 舵が踏襲されていて、従来の潜水艦の後舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵による十字型舵が数多く採用されていましたが、X 舵では、4枚すべての舵を45度ずつ傾けた形で設置し、4枚すべての舵が、回答と姿勢制御に関係するようになりました。そのおかげで、艦の機動性が高まっただけでなく、舵の1枚が、何らかのダメージを受けて損傷しても、他の3枚でカバー可能なので、冗長性にも優れ、さらに機、底時、シム座時、接岸時の舵の損傷を防ぐことができるというメリットまで追加されたそうです。以前、アメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアに X 舵を装着して試験が行われましたが、アメリカ海軍での採用は操作性に問題があるとされ、実用化は見送られていました。その一方、ヨーロッパの海軍中心に採用例は多数あり、スウェーデン海軍では1960年代末のシェオルメン級からすでに X 舵が採用されていたのです。船体構造においても、新機軸として浮き課題が採用されています。これは、世界でも、多数の国の潜水艦で採用が進んでいる浮き甲板、フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音の発生を抑えるだけでなく、対衝撃性能の向上が期待できる代物ということです。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦大芸、2番艦枠芸、3番艦人芸までは、川崎重工業製の 12V25、25SB ディーゼル機関2機が積まれており、潜航中は、高出力リチウムイオン蓄電池が、一軸スクリュープロペラに推進力を与え、水中最大速力20ノットで潜航できるようになっています。そう、流型は、10番艦昇流まで、潜航時の動力として、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムを搭載していましたが、AIP は出力が低く、
潜航時には4から5ノット程度しか発揮できないので、水中で高速力を得る際には、従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上してディーゼルエレクトリック方式を使うことになるそうです。防衛装備庁では、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に、1997年、平成9年から取り組んでいます。この蓄電池を使うメリットは、従来の鉛蓄電池と比べて、水素ガス発生の危険がないこと、重量容積あたりのエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であること、繰り返される密漁放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの他にも、短時間で満充電になること、自然放電による電気容量の低下が抑えられること、効率放電を長時間持続できるなどがあります。中でも、満充電は、鉛蓄電池の場合、発電機の出力に余裕があっても、低い電流量でしか充電できません。さらに、満充電に近くなると少量ずつしか充電できないので、作戦行動中海域では長時間浮上して満充電することは、大きな危険が伴うため、どう考えても不可能でした。それに対し、リチウムイオン蓄電池は、蒸気の制約がないので、潜水艦に、最適な蓄電池として期待されていましたが、発火しやすいという重大な欠点のため、潜水艦への搭載は困難と言われていました。そこで、日本企業と防衛装備庁は、リチウムイオン蓄電池の欠点を克服して、潜水艦への搭載を可能にしたのです。潜水艦用リチウムイオン蓄電池は、総流型11番艦オウリュウへの搭載が決定。採用にあたっては、スターリング AIP システムを保留して、それまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池で置き換える方法とが比較検討されました。その結果、リチウムイオン蓄電池の方が費用は高くなるものの出力が大きくなると確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間連続潜航が可能になったのです。また、タイゲイ型では、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたおかげで探知レベルがアップしました。それらの他の大きな変更点は潜望鏡です。潜水艦といえば、映画などには艦隊の頂部から出てくる潜望鏡を上げて艦長などが覗き込んで海上を確認している光景がよくありますね。しかし、タイゲイ型ではその光景はありえません。既存の潜水艦には、捜索用と襲撃用といった2本の光学式の貫通式潜望鏡が設置されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているそうです。この光学式潜望鏡とは、セイルから頂部発令所まで貫通していて、それを除いて海上を確認できるのは1人だけなので、そのたった1人の能力に、潜水艦の命運がかかっていたというわけです。つまり、その一人の状況判断間違いによって、危機に陥る可能性があったのです。しかし、そう、流型に一本搭載されていた非貫通式潜望鏡は、タイゲイ型では、2本搭載されることになりました。潜望鏡先端のカメラによって撮影された映像が、発令所の大きなモニターに表示されるので、複数人が、同時に、海上の状況や目標を確認できることになったので、識別や判断の精度が高まったということになります。また、従来までの光学式潜望鏡は、セイルから発令所まで、一本の筒が貫き通していたので、その部分は、水圧への強度が低いという欠点がありましたが、非貫通式潜望鏡では、カメラが撮影した映像は、配線を通して発令所に伝わる仕組みなので、潜望鏡自体が船体を貫き通していません。つまり、艦隊の強度を高めたわけです。万が一、中国との有事が発生した際には、このタイゲイ型通常動力潜水艦が、中国海軍の大きな脅威になるだろうと期待する声も多いとか。皆さん、今回のビデオで見てきた通り、日本のタイゲイ型潜水艦は、ただの通常動力型潜水艦ではありません。最先端の技術が詰め込まれたこの潜水艦は、
世界でも類を見ない性能を誇ります。1000メートルの先行深度と高度な攻撃能力を備え、さらには女性自衛官の配置も考慮された居住区の設計に至るまで、細部にわたる革新が施されています。X カジノ採用により、機動性と安全性が大幅に向上し、非貫通式潜望鏡の導入で情報収集能力も強化されました。これらの技術は、防衛だけでなく、潜水艦の潜在能力を大いに引き出しています。今後も、日本の潜水艦技術は進化を続け、世界の海を静かに、しかし、確実に守り続けることでしょう。それでは、次回もまた、新しい技術や知識を共有するビデオでお会いしましょう。安全な海と平和な世界を願って、今日はここでお別れです。ありがとうございました。